はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さんは人投げトロールというモンスターご存知でしょうか？本日視聴者さんからリクエストがありましてですね、人投げトロールバーンデッキお願いしますという、コメント来てましたんで、作ってきました。このモンスターどういうモンスターか皆さんご存知ですか？これね、極悪非道モンスターでございまして、人投げてバンするっていうモンスターなんですよ。トーク以外の自分のフィールド上の通常モンスター1体をリリースして発動、相手ライフに800ポイントのダメージっていう、一応ターン1がついていないガチで、うんこみたいな効果をしてまして、まあ要するに SR なんだこれ。これ SR なんだ。あ、そうなんだ、今初めて知った。で、このカードを使って今日はね、先行ワンキルを当たり前にしていきます。800ライフを与えることができるんですけども、通常モンスター相手をリリースしなきゃいけないんで、通常モンスターを用意する必要があると。で、通常モンスターを用意するってね、結構簡単で、まあいろいろできるんですけども、まあ今日はね、まあ最も相性がいいと言われている、トレジョーパンダ、これを使っていきます。トレジョーパンダくんは、自分の、墓地から魔法トラップカードを除外すると、除外したレベルと同じレベルの、除外したレベルじゃない、除外したカードの数と同じレベルの通常モンスター一体をデッキから特殊召喚できるよっていう効果があって、まあこれエクゾディアとか、リクルートするのによく使われてるイメージなんですけども、このトレジャーパンダを、使って通常モンスターいっぱい出して、でそいつを一生リリースし続ければ勝てるわけですよ、基本的には。はい。で、この、2体プラス、墓地の魔法カード、これを盤面というか、盤面と墓地に用意できるギミックが、当たり前な最強カードであるゼンマイティさんからの動きですね。はい。もう僕のチャンネルを見ていただいている方であれば、この、モンスターがどんだけ強いかっていうのがね、もうよくわかってるかなと思うんですが、一応解説していくと、ゼンマイティっていうレベル 3×2 で作れるモンスターから、簡単に言うと魔法トラップカードを何でも好きなやつサーチできて、でさらにモンスターいっぱい並べることができますよって感じのギミックなんですよ。だからね、こっから動くのがソリティアデッキっていうのは一番今のところは強い。もうハリファイバーもないし、ユニオンキャリアもないし、結構ねソリティア結構大変なんですよ。いろんなギミック一応ありますけども、今生きてるのは多分ね、ゼンマイティとあとイゾルデのギミックくらいじゃないかなと僕は思ってるんですけども、そのギミックを使えばね、簡単に好きなソルティアデッキ作れますんで、よかったら皆さんも研究してみてください。早速ね、人投げトロールとかいうガチでやべえモンスターで、人間をぶん投げまくって相手のライフを先行で削り取っていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、なんか青虫来たけど一応反動的にはいける。スカラマリオン効果は何もなそう。アリキーノは何もないね。これ相手何もないじゃん。神ゲー起きるか。おいおいおい、お、何もない。来た来た、ガチで何もないわ。相手ゼンマイマジシャン特殊、これはもらいましたね。あとはこのデッキ高速で回さないとちょっと時間が足りなくなる可能性があるんで、ちょっとスピード感を大事にして回していきましょう。皆さんは人投げトロールというモンスターをご存知ですか？人投げトロールというモンスターね、どういう効果を持っているかというと、自分のフィールド上の、通常モンスターを人とみなしてるんですけども、通常モンスターこれはね、相手に投げつけて800番を加えるっていう、非常に極悪非道な、道徳の得点0点みたいなやつなんですけど、道徳得点0点みたいなモンスターなんですけども、ちょっと今回はですね、この、トロールを使ってデッキを作ってくださいと言われましたので、ご要望にお答えをいたしまして、作ってまいりました。皆さんね、もしよかったらなんかこのモンスター使ってほしいですみたいなリクエストがあったら、コメント欄に書いておいていただければ、動画化できる可能性がありますので、暇な方はどうぞ。今回は、視聴者リクエスト企画となっておりまして、人投げトロールデッキを使ってくると言われましたのでね。もう地獄みたいな、ワンキルをね、お見合いしていこうと思っております。人だけトロールっていうね、モンスターはね、結構、僕、愛着があるカードでございまして、
今こう今僕マスターデュエルっていうねゲーム実況してるじゃないですか。あのマスターデュエルがあの実装というかあのリリースされる前は遊戯王デュエルリンクスっていうあのゲームをしていたんですが、というかまあ遊戯王デュエルリンクスというゲームで、まあ、実況というか YouTube を始めたんですよ僕は。なんですけどその、まあ、チャンネルがちょっとだけなんかなんていうか、なんていうか、バズったというか、視聴者の方に、あ、面白いなと思っていただけたのかね、きっかけってあるじゃないですか。なんか自分のチャンネルをみんなに知ってもらうきっかけみたいな。実はですね、遊戯王デュエルリンクスさん、トロールワンケルっていうね、結構、クソみたいなデッキがありまして。あっちの遊戯王デュエルリンクスっていう方のゲームって、ライフが4000しかないんですよ。で、トロールって、基本的には、人をぶん投げて800バーン、与えるっていう効果なんですけど、まあ、要するに5回投げればねワンキル決まるっていう4000しかないからライフが。それでね、そのワンキルデッキを作ったらなんかみんなにねなんか喜んでもらって、でそれで結構ねなんか視聴者の方がまあ増えたのかなっていう、ね、気はしてるんですよね。まあ、だから割とね僕としてはなんか思い入れが強いモンスターではあるんですけども、まあ、現代遊戯王のパワーになってくると、まあ、結構ね、難しいんですよ、ドロロランキルって。コンボパワー揃えるの。現代遊戯王になってくると、手札1枚からいきますね。現代遊戯王にもなってくると、手札が1枚からいきます。はい。ベイゴマックスとかね。まあ、ヒガモンスターだとちょっと手札が、2枚ですけどね。手札2枚ですけど、手札2枚から絶対確定します。はい。まあ、ヒガマンは別に2種類しかいんで、まあ、結構何でもいけるんですけど、はい。これでもう準備は揃いました。ほぼで今何をしてるかっていうと、結局ね要は人を投げるための、まあ人間、要は相手にぶん投げるための人間、肉塊を用意しなきゃいけなくて、その肉塊を用意する手段が、まあ、このパンダなんです。パンダのね効果がね、自分の墓地から魔法トラップカードを除外すると、なんかデッキから除外したレベルと同じ通常モンスターを出すっていう効果してまして、こいつはまあいろいろね悪さするときに使われる、まあ、モンスターとしては非常に有名なんですけども、あとは、まあ、トロールを、まあ、横に並べてあげる、まあ、トロールとパンダを並べてあげて、で自分の墓地に魔法トラップガードをいっぱい置いてあげればいいわけです。それだけですやることは。というわけで、こういうなんかようわからんそのギミックを解説していると、もう準備がほぼ整ってるんですけども、まあ、サモンプリーストを2回出して、でサモンプリーストでデッキからそのなんかようわからないレベル4のモンスターをアクセスしてくるということで、はい、これで確定です。いけいけうおー。でちなみにこれ引いてしまうとですね、デッキからしか出せない効果があるんで、1回スカールデッドで4枚ドローして戻してあげましょう。ほいふぃーん。さあ4枚ドロー、3枚戻し、さあ4枚ドローで通常モンスターたちを、あ、よかった、通常モンスターこれ引きすぎるとよくないんで、通常モンスター戻してあげて、で禁止令で今さらあまりにも今さらの禁止令を発動して、こでここで、はい、無限雇用だけやめてくださいもうあったら投げてますけどね相手で、トレジャーパンダの効果を発動、自分の墓地の魔法カードをゲームから除外し、除外した数と同じレベルの通常モンスターをデッキからリクルートすることができる。この効果はちなみにターン制限はついておりません。あ、ちなみに言い忘れましたけども、この人ぶん投げるトロールさん、こいつももちろんターン1はついておりません。これ本当はですね、スカルデッドのリンク先に足出すと一応芸術点高いかなと思ったんですけども、ちょっとこの打点アップのね効果ね、これうるさいんですよね、めちゃくちゃうるさいんですよ。なんでちょっと今回はこれで、はい、人ぶん投げていく、相手の顔面に人間をぶん投げてバーンダメージを食らわしていく最低コンボ。ちなみに一応魔法カードがですね、自分の墓地にありえないほど溜まってますので、一応通常モンスターをいっぱい入れておけば、これ永久期間になってますので、まあ、デッキの枚数というね、一応なんだろう、上限はありますけども、デッキが許す限り通常モンスターを入れておけば、理論上魔法トラップカードの数だけ通常モンスターをリクルートできますので、
まあ理論上あの簡単にライフポイントを削ることがうるさいですよね。はい。で、エクゾディアのネタが切れましたので、これだから一応ね、多分ね、これ、ね、リリースして、あのリリースした後に、なんか回収するとかもできると思います。だからあのエクゾディアを揃えるっていう動きも多分これやればできると思います、はい、パンダエクゾってやつですね。パンダでなんかパーツを出してきて、でそのパーツをリンクストライクとか、 なんかそのトロールとかのバーンに変えてあげて、であのリクルートするモンスターになんか黒きモニムチカなんか混ぜて、であの本体のパーツをね、あのサーチすればいいので、まあ、実質シガン2種類からあのエクゾディアは余裕で確定できると思います、はい。まあちょっと若干ソリティアが長いっていう弱点はありますけどね。おい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 、まずい、相手のライフが800ポイント残ってしまった、計算ミスった。レベル4モンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚、残りライフ800はガンマンラインと言われています遊戯王では。さようなら。皆さん、人を投げてはいけません。